シンギュラリティっていうことはむしろちょっと危険で、の強制を始めさせていただきます。It's really right on course. 2045 will expand our intelligence a billion fold and call it a singular transformation, a singularity. Making more computers didn't make it smarter. There was a limit to the number of computers it could use to maximize its intelligence. So everybody, a lot of people think the more. 政治だとか社会だとかそういうことはあんまり心配しないで。ひたすらコンピューター賢くすればいいと思ってる人たち、彼らが思ってるようなシングラリティは来ないと思います。複雑なシステムなんで、多分いろんな問題が出てくると思う。自動運転だとか医学の論文を全部読んで、どういう実験をすると科学が進むかとか、問題提起が分かりやすいものはすごくできるけれども、じゃあ貧富の差をどうするかとか、人種差別をどうするのかとか、そういうのはそんなにこう分かりやすく問題定義できなくて、で今例えばすごくこうナショナリズムが強い時に人工知能を使ってテロリストを探したり、そこのバトルを戦ったりすると、機械をほっとくとその人間の差別そのまんま受け継いでしまうんで、そこはどういうふうに変えていくかっていうことをきちっと考えなきゃ。ハーバード の, 法学部だとか、いろんな社会学の先生たちとか、そういうところと今研究を始めていて、まさに今今年がそういうコンピューターサイエンス以外の分野につないでいかなきゃいけないなっていう問題提言ができて、で僕らも今年随分そこをランプアップし始めていて、そして多分本格的に今年の末ぐらいから何十億単位のお金で多分アメリカは研究始めるんじゃないかなと思います。だからなくなる仕事もあるけど、例えばじゃあ医者は減るかもしれないけど、その医者が持っているノウハウが薬局屋さんだったりナースが持てるようになるから、社会がとっても効率よく動くようになってくると、今までその仕事と思ってないことがいろいろ生まれてくるんじゃないかなっていう気はするんですけど。だから社会にサラリーマンは減るけど、アーティストが良くなってサービスも良くなって、もっともっと世の中はある意味では豊かになる可能性もあると思うし、もうみんな戦争してボコボコになっちゃう可能性もあるし、それは僕ら次第だと思うんですよね。